憧れのトリック360度360やりたい人就大家想要做的360的动作有想要练的360ができないっていう人360做还没办法跳360的没关系大家可以选举是吧盛り上がってるような空気になりますからね。じゃあ食べてやらないといけない。360がもう今できている人も無駄な力を使わず最小限の力でコンパクトに素早く回すっていう技術をお伝えしたいと思います。就他提到说，其实有可以做到360，可是我们现在可以说用一些比较省力的方式，跟比较快速、比较压缩。起来的跳法 来做一些360。皆さん知りたいですか？大家想要知道怎么做吗？想。リアクションが小さいんで教えてあげます。反应太少了，他不会教。最初からそれぐらいのリアクションでお願いしますね。等一下，大家都要有这样的反应。じゃあここに。日本でトップを走っているプロスノーボーダーイタル君がいますのでイタル君に実験台になってもらいたいと思います。まずはこのカービングマスターの上でトリックをしているところを見せたいんですが後で置いておいて、まずはこれ全部それ